どうもチャンネルレトロキッズへようこそ鉄尾キッズです。さあこれを見たくて待ってた人は待ちに待っちゃって待ちくたびれちゃったよね。そろそろ本当にやります、ロボダッチ。それじゃあレトロキッズスタート。レトロキッズ、さあこちらが今井さんのキット、ロボダッチ海賊たまごろうでございます。まあロボダッチシリーズといえば今井さんなんですが、その今井さん2002年に会社を解散しておりますので、現在はロボダッチシリーズは青島さんから販売されております。まあロボダッチのシリーズ、ちびっ子たちの間で大人気だったんですが、私自身はプラモデルのロボダッチ多分買ったことなかったんじゃないかな。なんかガチャガチャであった小さなロボダッチを何個か集めてた、そんな記憶があります。パッケージイラストおよびキャラクターデザインは漫画家の小沢悟先生。すごいのがこのロボダッチ、1975年に今井さんから自社オリジナルキャラクターとしてプラモデルが最初にスタートしたんですね。そしてプラモデルのロボダッチが大ヒットしたことを受けて、楽しい幼稚園にて小沢悟先生が漫画の連載をスタートさせたと、そういった流れのようですね。つまりこのロボダッチ、プラモデル発信のシリーズなんですよね。それがすごい。プラモデル発信で生まれたキャラクターでここまでヒットしたのって他にはあまり聞かないですよね。まあフレームアームズガールぐらいですか。箱の側面にはその他のラインナップも載っておりますが、こんなもんじゃないですからね。もうめちゃくちゃいっぱい種類出てるんですよ、ロボダッチ。そしてよーく見るとデザイン的にギリギリアウトなやつが結構あります。まあその代表的なものの一つがこちらでしょうね。まああれですよ、シールド見たらわかると思うんですけどね。っていうか名前がたまごろガンダスーツですから、もう隠す気ないですよね。それじゃあいよいよ箱を開けてみましょう。オープン。おお、まずは説明書。うん、結構見やすい感じ。おお、これ完成写真ですか。いいですね。あれ、もしかしてこの海賊たまごろめちゃくちゃ出来のいいキットなんじゃないですか。この頃のプラモデルなんて箱絵とキットが全然違うなんてあるあるなんですけれども、この海賊たまごろうに関してはかなりパッケージイラストに近い仕上がり。パッケージイラストとあまりにも違う場合にはちょっと改造しようかなぐらいに思ってたんですが、これはもうこのまま仕上げていきましょう。うん、十分十分。っていうかめっちゃ可愛い。そしてランナーは黄色と赤の2色3枚。まあパーツ数はそんなに多くはないですね。そして当時のロボダッチシリーズのチラシなんかも入っております。ほらめっちゃ種類多いでしょ。それじゃあ海賊たまごろを作っていきましょう。さあ腕のパーツなんですが、結構可動部分多いですね。松葉杖を握ってる部分、そして手首、そして肘で、肘のところは回転もします。そして肩ですね。そして腕部分、裏側の肉抜きが結構目立ちましたので、まずプラ棒を差し込んで、そこにこちらの低粘度ブラック瞬間接着剤ですね、こちらを流し込んで埋めております。はい、こちらは足のパーツ。なぜか成形色がね、黄色の部分が赤の成形色、赤の部分が黄色の成形色っていう、なんで逆にしたんだろう。
そして足の部分も腕のパーツと同様に細かく肉抜きがあったので、ここも同じようにして埋めております。さあこちらは胴体の部分、結構ヒケの部分がありました。この黒くなってる部分がそうですね、この部分には低粘土ブラックを塗り込んで、その後ヤスリをかけております。さあボディや頭など大きいパーツの裏側を黒サフで塗りました。こうすることによって光が当たった時にパーツが透けたりとか、あと関節部分の隙間なんかから裏側が見えたりすることを防ぎます。手足などの細かいパーツサフを拭きました。こちらはグレーサフですね。これから傷をチェックしたりとか、合わせ目消しちゃんと消せてるかのチェックをします。さあ胴体部分、腕と足のパーツを黄色に塗ってからマスキングをして挟み込んで接着です。ちなみに設定では頭が黄色で胴体が赤です。これ絶対成型色逆にするべきですよね。さあ手足を挟み込んで接着して合わせ目消しをしました。そしてサフを吹いたところですね。ここの合わせ目消しは結構丁寧にしっかりとやりました。まあ一番目立つところなんでね。さあ塗り分けが終わりました。いや結構大変だったな。なんだかんだ言って細かいパーツの塗り分けが多くて、しかし頑張ってここまで来ました。あとは艶消しを拭いてフィニッシュとします。というわけで今回は今井さんのロボダッチより海賊卵ロを作ってみましたが、いかがだったでしょうか。割と簡単に考えてたんですが、本気で綺麗に仕上げようと思ったら合わせ目消しとか塗り分けとか結構大変。でも頑張った甲斐あってかなり可愛く作れたんじゃないでしょうか。あと丁寧には作ったんですが、無改造でこの仕上がりなんで海賊卵ロかなりいいキットだと思います。といったところで今回の動画は以上でございます。楽しかったよって人は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあみんな宿題やれよ。